はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシーです。今回は信長の野望創造戦国志典の続きやっていきましょう。前回ですね、今川に対して反攻作戦を展開していたんですが、本拠地である尾張を失陥してしまったという状況になりました。まあ、代わりに越前越後あたりは完全に支配下に収めたというところで一進一退の攻防が続いているんですが、今回は尾張を奪還しに行きたいなというふうに思っています。各国の情勢見ていくとですね、まず今川、当然大きいんですが、163万。で、北条が75万。で、九州で頑張ってくれてる大友が55万という状況です。で、我が小野家は64万ということになっています。まあ、単独でね、今川と戦うと厳しいんですが、九州の大友、関東の北条とうまく連携しながらですね、今川を叩いていきたいというふうに思います。で、今回はですね、郡上八幡から稲葉山、さらに美濃白河、鳥峰、犬山、この辺りに軍勢を出していっていますので、続きをやっていきましょう。まず美濃白河と鳥峰を取って、郡上八幡から一気に稲葉山城へ軍勢を繰り出していきたいっていうね、そういう作戦になりますね。で、越前方面からは金ヶ崎城を目指して進行中です。稲葉山城に2万2400か。この稲葉山は落とされたくないんで、稲葉山に向けて軍勢を出していっているんですが、その稲葉山が危ない状態になりつつあるわけだな。美濃白河城、鳥峰城。鳥峰城は取れなかったか。美濃白河が取れるかどうかですね、あとは。続々と援軍は出しているので、到着次第、かつ到着のタイミングは合うような形にはなってるので、問題はないかなとは思うんですけどね。一乗谷が取れないか。一乗谷は取りたいんで、三好、工藤正光隊を出しましょう。あとは、福島正則、この辺りも出せるのであれば出して、一乗谷には取りましょう。稲葉山が危ないな。稲葉山城が非常に危ない状態になってる。信長を使わしておきましょう。木曽福島城はこのまま小布に攻撃させましょう。敵が我が領内に向かっております。城が取り囲まれました。出るぞ、我が方の城包囲されました。郡上八幡が取ったのにすぐ取られるな、このままだと。であれば郡上八幡に軍勢を返しましょう。始めましょう。報告いたす。郡上八幡が落とされたか。
代わりに美濃白河奪い取ったわけだな。ってことは美濃白河から郡上八幡の守りに出す部隊が派遣できるわけだ。で、一方では稲葉山の救援にも行かなきゃいけないので救援隊を出しましょう。木曽福島は落とせる、高東城も落とせるね。で、内藤正豊9戦が美濃白河から郡上八幡に方向を変えましょう。よし、高東城取りましたね。お任せください。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が戦お見せしましょう。そうすると、小山御用、御用な、ちょっと御坊とか、この辺りから軍勢を出していかないと危ないか。小山御坊に人が入っていないのが気になるな。一条谷を取ってしまいたいな。一条谷が取れれば、朝倉山城を攻めている部隊もそれどころじゃなくなるはずなので、方針としてはそういう方針にしたいところですが、北条城も人が入ってないね。あと軍勢が出せるところからはバシバシ出していきましょう。まあ、今回は何としても尾張の奪還までは果たしたいと思ってますんで、尾張を奪還した後どうするかですね。まあ、清須名古屋あたりまで奪還が完了できれば、機内への攻勢をかけるための下準備はほぼほぼ整ったと言える状況になると思うので、まずはそこまで持っていきましょうね。遠征軍の、まあ、その足が長くなっている分兵糧が心配なんですが、今3月あと半年間持たせれば、収穫の時期になるので、そこまでなんとか持たせましょう。稲葉山城はこのままだとなんとか守りきれそうな感じがあるので、稲葉山城さえ残っていれば、稲葉山城を拠点にいつでも尾張へ進攻は可能な状態。あとは兵力の問題ですね。美濃方面の戦いは、まあ順調といえば順調で、越前方面は一条谷がどうなるか次第ですね。朝倉山がちょっと危ないかなという状況ですね。朝倉山には大谷義継を出しましょう。朝倉山に向けます。ちょっと美濃方面に兵を割きすぎてる分、越前方面で敵の反攻があると厳しいかな。小山御坊から軍勢が出せればいいんだけど、小山御坊に人が入っていないんで、小山御坊に人を入れましょう。小山御坊は何家かというと小野家直轄だな。
違う違う、娘だな、娘なんで、全員交戦中で与力も出せないか。じゃあしょうがないな。本当はしょうがなくはないんだけど、しょうがない。高坂正信をそしたら内騎城に回しましょう。高道場を攻めた部隊、これもここで遊ばせとくのはもったいないので、これを一気に犬山城に出しましょう。木曽福島城はもう落ちるの時間の問題だね。これを稲葉山へ向けます。で、郡上八幡は取り返しましょう。で、木曽福島、ずっと欲しかった木曽福島も取ったので、木曽福島から清須に向けますか。島峰がちょっと苦戦してますね。なかなか取れない状態になっている。じゃあこれは飯田城、いやー飯田城を取るぐらいだったら島峰に兵を向けた方がいいかな。内騎城のところが結構苦戦してますね。ここがスタックしちゃってるな。で、朝倉山城が激戦の地になってるわけだな。お任せください。稲葉山に対して3万5000の軍か。郡上八幡落として内騎城も疾患すれば、こちらにほぼほぼ流れが傾くはずだ。よし、郡上八幡取り返したね。郡上八幡を取り返したら、郡上八幡を取り返した部隊で稲葉山城の救援に向かいましょう。で、ここ誰？セラタか。セラタが7000。これが邪魔くさすぎるな。これが邪魔くさくて内騎城が攻略できずにいるのであれば、高坂隊は内騎城に直行させましょう。で、飯田城はそのまま捨ておきます。で、一応押さえとして飯田城に後続の部隊を当てましょう。稲葉山城がまあ落ちることはないとは思うんですけど、やっぱり激戦になってますね。稲葉山は双方が軍を割いてますね。内騎城が早く落ちないと兵糧の問題もあるし危ないな。で、朝倉山城の防衛戦はなんとか形にはなりそうだな。で、小山御坊にもようやく人が入った。堀田作兵衛が、堀田作兵衛をじゃあ一乗谷に出しましょう。稲葉山に急いで援軍を出しましょう。島峰をさっさと落とさないと危ないですね。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。
さてこれで稲葉山への救援も出ているし、郡上八幡も守りきれそうで、一条谷も囲んでいる状態、うん、大丈夫そうですね。よし、苗木城落としたか。苗木城落としたとなれば、兵糧が一気にここで補充できるようになるな。岩村城をこのまま落としましょう。お任せください、お任せください。お味方が捕らえられました。敵将捕らえた。芝峰近辺は大回転になるな。よし、これで鳥峰は安心だな。で、郡上八幡も敵2000であれば跳ね返せるでしょうというところで、だいぶ見えてきたな。我が方の城包囲されました。敵将捕獲した。表情を始めましょう。報告いたす。何、稲葉山が落ちるな、このままだと。稲葉山が落ちるってのはちょっと論外だぞ。誰だこれ。吉川元春か。出た。元春か。うざいんだよな、元春。これは、家康か。いやー、これは稲葉山が落ちるか。まあ一時的に稲葉山城を明け渡すしかないかな。すぐにでも取り返したいけど。稲葉山城がまさか落とされるとはな。さすがは吉川元春だな。ご命令を報告いたす。報告いたす。本拠地を内記城に移したわけだな。討ち取った。出陣します。戦へ参る。お味方が捕獲されました。表情を始めましょう。報告いたす。我が戦お見せしましょう。我が策お見せしましょう。我が策お見せしましょう。稲葉山城の奪還作戦もちょっとやっていきたいけど、兵糧不足になるな。ここの連中がそろそろもう切らしてるやつもいるしね。お任せください。出陣する。我が策お見せしましょう。表情を始めましょう。報告いたす。敵を追い詰めます。我が領内に敵が迫っております。お味方が討ち死にしました。我が策で勝利をつかみます。皆我に続け。お任せください。かしこまりました。お任せください。非常します。お味方だ。
さあちょっと状況としてはどうなんだ。城の数が増えたのか減ってるのかそれすらもわからないぐらいに混戦になってますけど、まず一乗谷は取れるでしょう。今回あそこで持ちこたえてる間に美濃白川に敵の軍勢か。島峰が取れないと厳しいかな。そうするとちょっと軍勢が整ってるところから稲葉山城の奪還作戦に入りましょうか。稲葉山を敵に預けたまま物語進行するわけにはいかないですからね。多少無謀な作戦になったとしてもだ、ここは何が何でも稲葉山城を取り返しにかかりましょう。で、稲葉山城にだけに人を軍勢を集中させてもあまり意味がないので、周辺を攻撃しましょう。で、結果的に敵の戦力を分散させる。まあ、同時に敵の複数の城を攻めて、まあ、それによって敵の戦力も分散させましょうという、まあ、ありがちな作戦ではありますけど有効な作戦にもなるでしょう。稲葉山と清須はねもうすぐにでもやっぱ取り返したいので、この辺りはでもだいぶ軍勢が整ってきてますね。しばらく戦闘に参加してなかったようなところたちなのか、1万規模の軍勢が組織できる軍隊城が複数あるんで、これであれば十分に終わりに再進行、終わりの奪還作戦が展開できるかなっていうぐらいの規模感の軍は指揮できそうですね。まあ、キオスを取れば、まあ、ほぼほぼ終わりの中心に位置しているので、まあ攻撃するにも守るにも耐えやすいかなというところですよね。まあ、欲を言えばもちろん名古屋、靴掛け、末盛、この辺りも取り返したいですけどね。まあ、今回のこのターンで取り返せるかというと、時間的には厳しいかなという気もするんですが、尾張一帯に、軍をばらまいていきましょう。味方の軍総計多分30万規模の軍になるんじゃないかなとは思うんですが、そんだけの軍を展開すればさすがに取り返せるでしょう。第一目標は稲葉山、第二目標清須ぐらいですかね、目標の設定としては。いいね、最上義満の1万とかだと吉川元春に十分対抗できますよね。吉川元春が率いる1万の軍勢とかもうちょっとね、うちで対抗できるクラスだとやっぱ信長クラスにならないと話にならないんですよね。信長クラスっていうのはまあ信玄とか謙信とか、まあ、この最上義満もそうですけどね、樋口兼次、そのクラスだとちょっと軍勢の数だけで正面から戦っても吉川元春クラスだとちょっと押されちゃうかなっていう感じなんですよね。まあ、信玄クラス、謙信クラス、信長クラス、家康クラスであればもちろん互角以上に戦えるんで、そういう人材が1万規模の軍を率いて、南下してくれるだけの余力が残ってるっていうのは本当にありがたい。
室賀さんも出しましょう。室賀さんも、まあ、室賀とかはっきり言ってかませ犬的な感じなんですけど、単純な城攻めをするだけだったら数がものを言うので、欲しいんですよね、数としては。さあこれで大体出して、いやいやまだまだいるね、まだまだいるよ。いやこれはありがたいな、本当に十分攻撃隊を送るだけの兵力が残ってるところがいっぱいあるね、まだ。で多分今ざっと数えてないですけど、ちゃんと数えてないですけど、20万以上の軍を多分動員することになると思うんで、20万以上の軍を動かすだけの兵糧だけだな、心配は。で途中でちゃんとそのいわゆる兵糧の補給ができるように進行上の城は落としているはずなので、それがこの進行中に奪われるっていう状況だけは避けたいですよね。そうすると兵糧切れを起こしていつの間にかカスカスになってるなんてことがよくあるんで、注意点としてはまあそれくらいかなとは思います。これ20万規模じゃないな、もうちょっと規模で言うと多いかもしれないな、30万40万ぐらいの軍が多分動きますね。いやこれは過去最大規模の動員になるな。さあこれで一旦いいでしょう、進めましょう。敵将捕らえたり、出陣する、出るとするか。ご命令を報告いたす。鎌場城が落とされると実は邪魔くさいことになるので、藤鷹を派遣して撃退しましょう。岩村城が危ない。岩村城に軍を出しますか。お任せください。岩村城が間に合わないかな。島峰が先かな。鎌場城が落とされるかもしれないですね。我が戦お見せしましょう。出るとするか。出陣するぞ、出陣するぞ。任せください。承知いたしました。敵が我が領内に向かっております。出るぞ。敵将捕獲しました。出陣するぞ。鎌場城が落とされる代わりに鳥峰取って犬山城も取り返したいかな。この流れだとスタックしてるな、あそこが。
トリミネ城が本当に邪魔くさいね。苗木城で兵糧を一回補給してるけど、鳥峰のところで全員あそこで足止め食らってるのはこれ誰だ。やっと突破したか。鳥峰を先に落とそう。かしこまりました。敵将捕らえたり。戦場に立つには力不足だな。めちゃくちゃな数の軍が動いてるな。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。お任せください。兵糧が心配だけどもうちょっと見てる余裕がないね。ここまで軍が動いてると。心配だな。稲葉山を先に落として、犬山城は大丈夫かな。ここどうなってんの？って言いたくなりますよね。本当にここまでぐっちゃぐちゃになってると。かしこまりました。承知しました。動けてないけどさ、あの人たち。こいつらマジどうなってんだ。ここで兵糧を無駄に使うなよっていう状況になるんだよね。ちょっとよくわかんないけどさ。マジでここよ、どうなってんだ。本当に人が動けなくなってるのかな。ちょっと一体ずつ誘導していきますか。そしたら よし、やっと動き出したか。犬山城が結構苦戦してて、あ、純慶2万3000が来てんのね。そしたらここはこちらも軍の数はそれなりにいるので、稲葉山城は力攻めにしましょう。縄文を破壊しましょう。縄文をで、敵が向こうに引きつけられてる間にこっちの縄文を破壊する。
よし、一個城門破壊したところで次の後続を待ちましょう。よし、稲葉山落としたね。お任せください。出陣するぞ。戦場へ参る。出陣するぞ。我が王の城包囲されました。せっかく奪った稲葉山を奪われるわけにはいかないので、稲葉山を取り返しましょうというのと、あとは出陣させるか。犬山城とかあの辺りは硬いね、さすがに。せめて犬山城だけでも取りたいね。承知いたしました。我が策お見せしましょう。みんな我に続け。さあ、尾張に再進攻したいけれども、どうだ、数的に尾張を攻めるだけの軍の数が残ってるかっていうところだな。4月、兵糧の数もちょっと不足気味。犬山城だけでも取りたいかなっていうところですね。あとは軍の数がいるところから犬山城の小詰めの部隊を出しましょう。で、犬山城を落とすだけの兵力だけでも整えられればいいので、それでちょっと様子見しますか。鳥峰も人が入ればここから軍出せますね。厳しいかな。我が方の城っていうのがどこのこと言ってるんだ。報告いたす。取り囲まれてるところがどこにあるかというと、釜場城のこと言ってるのかな。釜場城のこと言ってますね。なので犬山城攻めの部隊には影響はないというところかな。なんとかね、犬山城だけでも取りたいですけどね。激戦になってるな。やっぱり清須、名古屋、末盛、この辺りを奪われたのは痛いですね。痛いけどどうしようもないね。敵将仕留めたり。飯田城も激戦になってますね。表情を始めましょう。報告いたす。一応小野家の方は兵が72万と微増、
で今川の方は兵が156万と微減で、さらに北条に北条も頑張って駿府落としたんだな。まあ掛川あたりを攻めてもらいましょうか。犬山城はちょっと取れなかったかな。あと危ないのが稲葉山城がちょっと危ないかなって感じになってきますね。そうなると、で次回こそ本当に尾張に隣接する城は抑えたんで尾張へ進攻できるものの、軍勢がどうかというところですね。あとは中野城も結構苦戦してるな。もうちょっとねサクッと取ってほしい感じもするけど、飯田城も激戦になってますよね。やっぱ敵もね軍勢が出せるんで、数がね、寝返ってやがるな北の野郎。そうすると、若干押し返してきてるかなっていうものの、やっぱり尾張を失ったダメージは大きいですね。で九州の方は相変わらず九州の上陸、小倉城を巡って頑張ってくれてる感じだね。この大友がで逆にね、そのこの四国方面から上陸されるとね結構弱いんじゃないかなと思うんですよね大友も。まあなんといってもこの小倉城で敵を食い止めてるっていうのが大きいんじゃないかなと思いますけど。おお、道雪がしかも背後に回り込んでる。終わりをめぐる攻防はしばらく続きそうな、そんな感じですかね。はい、というわけで今回はここまでにして、次回こそなんとか終わりの奪還作戦、発動していきたいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。